はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらトマトになります。トマト肥料不足の見極めと対策っていうところで今日はご説明していきたいと思います。で、トマト今ね、もうね、7月もね、下旬になってきまして、そろそろね、収穫も、終わりにね、近づいている方もいらっしゃるかなって思います。そんなねトマトなんですけれども、追肥ですね、成長がねちょっとねゆっくりだよとかねいう場合は、追肥ですね、肥料が少なくなっている可能性があるんですね。なのでこのね、肥料をですね追肥してあげることによって、ね終わりになるかなってね思うんですけれども、実はですねもっと長くですね、農家さんとかだとね9月とか10月とかね長くですね収穫できるようにねしてるんですね。なので皆さんもね、もっとね長くトマトね収穫楽しみたいよって方はですね、この追肥をしてあげることによって、はい、ね、トマト長くですね収穫できる可能性が上がりますので、よければね参考にしてみてください。この動画を見ることによってトマトのですね、肥料不足の症状が分かるようになりまして、長くトマトですね収穫して美味しいねものをですね、この夏の時期もですね長くいただけるね可能性が上がります。はい、初心者の方でも分かりやすく説明していきたいと思います。はい、それでは早速行きましょう。マッキーチャンネル。はい、ではね早速説明していきたいなと思いますけれども、だいたいですね5月ゴールデンウィーク頃にトマトを植え付けた方はですね7月ぐらいに肥料が減り始めます。して、結論から言ってしまいますとですね、背丈が肥料が少ないものとしては、背丈が低かったりとか幹も細かったりとか、葉っぱがね黄色かったりとか実が小さかったりとか、成長点上の部分のすぐ下の部分にね花が咲いているとかですね、そういった症状が見られた場合は肥料がですね少ないっていうね症状だったりします。なのでじゃあ肥料ねすぐあげてしまえばいいじゃないかって思うんですけれども、肥料が多ければいいわけではないので、ちょっとねその点も踏まえながら具体的にどんな感じでね肥料をやってあげるのかっていうところを説明していきたいと思います。では一つ一つ症状を見ながらねご説明していきたいと思います。はい、こちらトマトね、わさわさってね元気よく育っているのがわかるかなって思います。こういったトマトですねになっている場合は、そうですね、特にね追肥は必要ないかなってね思うところです。かなりね茂っているのがわかるかなと思います。そしてこちら近くで見てみますけれども、トマトですねこんな感じでもうね実ってきまして、多く、ね、成長ねしているのがねわかるかなと思います。はい、こちらのトマトをね見てみようかなってね思いますけれども、こちらのトマトですね下の方から見てみますとちょっとね細いです。このトマトですねグググググっとね伸びていきますけれども、全体的にちょっとねひょろひょろひょろっとですね他のトマトからしたら、細くなっているかなと思います。こういった場合ですね、は、肥料がねちょっと少ないですよってねサインだったりもします。あとは背が他のトマトですねはもうねかなりここがわさわさわさっとね高く成長してきていますけれども、こっちはまだね高くですね成長してきてないじゃないですか。まだここがねてっぺんです。まあ成長はね成長でしてはいるんですけれども、ちょっとゆっくりめだなと思います。こういったトマトの場合ですねに肥料をですねあげてあげるようにするとよかったりします。あと幹ですね、まあこのだいたいね1センチぐらいなのでいいかなって思うんですけれども、ちょっとねひょろひょろすぎる場合ですね、そういった場合もちょっとね肥料ですね足りないという形になります。あとは葉っぱが黄色いよっていう時ですね、このトマトはですねそこまで葉っぱは黄色くはないんですけれども、黄色いものがね見られましたら肥料が少ないですよとトマトが教えてくれていますので、そういったところはですねちょっとね注意をしていくといいです。あとはこちらを見ていただきますと、実が小さい場合ですね、ちょっとアップで見てみますけれども、こういう感じでまあこれはミニトマトなのでサイズとしてはちょうどいいんですけれども、この上の部分ですね行くと下の部分に比べると若干実がちっちゃくねなってきてるのかなって思います。そういったトマトがありましたら、ちょっとね肥料が足りなくなってきますよってサインだったりもしますので、そこはねちょっと見極めながらですね、追肥って形でやっていくとよかったりします。そして、こちらねトマトね見てみようかなと思いますけれども、この部分ですね、今ね先端の部分があるかなって思います。
このね先端の部分ねありまして、この部分一番上が成長点になります。この成長点の部分がですねからここに今つぼみが見えるかなと思います。こういったつぼみがある、成長点の部分につぼみがあるっていうのは肥料が少ないですよってねサインをトマトが送ってくれたりもしていますので、そういったところもですねちょっと肥料が少ないかなってね思うところになりますので、追肥をしてあげると良かったりします。他のトマトはね比較的、茎もね太いですし、順調に成長しているのがわかるかなってね思いますので、そのようなねちょっと追肥はしないで様子を見ていきたいと思います。逆にねここ今ね見ていただきますとトマトが咲いているかなと思います。そしてここね、トマトがですね咲いている先っぽからこんな感じで葉っぱが出てきています。これはね肥料がありすぎますよってねサインだったりもしますので、なのでこういった場所はね追肥はしないようにするといいです。まずね早速ですねちょっとね追肥をしていこうかなと思いますけれども、まず肥料が少ない場合ですね、株元からちょっと離れた場所に、肥料をあげるようにするといいです。っていうのもですねあまり近すぎますと根っこがですねそこはねあまりね生えてないんですね。ちょっとねトマトはもうね広くですね成長してきていますので、その広い部分ですね横の部分に根っこがありますので、その下にですね肥料がなるようにしてあげると良かったりします。僕はですね化成肥料をねあげているんですけれども、あとはねその他にも鶏粉であったりとか液体肥料とかねあげてもいいです。まあ、この今の時期ね速攻性を求めていきたいよという場合は液体肥料も結構ね効果的だったりもしますので、はい、株元からね離れたところにねあげていくといいです。そうしますと液体肥料の場合だと1週間ぐらいですねから、ね症状がねちょっとね改善して見られてきますので、そういったねところを見ながら、育ててね追肥してあげると良かったりします。化成肥料の場合もね1週間から2週間ぐらいしたら変化が見られてきますので、そのタイミングでちょっとね、追肥をですね、どんな感じで効いているのかっていうところですね見ていくと良かったりします。ただ、ね、ポイントとしてはですね肥料は上げすぎないっていうところが大切になります。上げすぎてしまいますと逆に、腐ってねしまうっていうこともあったり、害虫が寄ってきてしまうっていうこともありますので、そこはね注意が必要になります。ではそれを踏まえて全体的にこちらのトマトですねはちょっと肥料ですね少なかったので、この場所に追肥をしていきたいなってね思います。はい、追肥するときはですねこちらね今ね株元がありますけれども、ここからちょっと離れた場所ですね、ここ今ね葉っぱがあります。この葉っぱの先端の下あたりですね、なのでこの畝ですね部分ですね、畝の端っこの部分、この部分に追肥をしていくというようなイメージでやっていくと良かったりします。はい、なのでここはね自然農法的な形で、まあ、ズボラ栽培という形なんですけれども、やっているところで結構雑草もね生えているかなと思います。でこういったところにですねこういう化成肥料をね、まあ一株に対して一握りのちょっと少なめですねを目安にこうやってパラパラとね撒いてあげると良かったりします。そしてやりましたら、土をですねちょっと混ぜまして、はい、ちょっとね馴染むようにしていきます。そしてこの後に、お水ですね、お水やりをしっかりとしてあげていけば、この肥料がですね、しっかりと土に溶けて、それで、トマトにね追肥って形になります。ここね見ていただきますと根っこがねちょっとね出ているかなって思います。はい、ここをね見ていこうかなと思いますけれども、ここね見ていただくとトマトの根っこが細かいのがねもうね見えているかなと思います。ここまで根っこがですねちっちゃいのがねいっぱいあるんですけれども伸びています。なのでこのね場所までね、しっかりとね、根っこ伸びていますので、この場所に、追肥って形でやってあげるといいですね。そしてやりましたら今度は反対側ですね、奥の部分も同じように追肥をしていきたいなって、ね、思います。こちらありますので、ちなみにこれはね100均で購入しました雑穀保管容器ですね、キッチンコーナーにあったんですけれども、こういったものをね使ってここに化成肥料を入れています。で場合によってはね鶏粉とか他のね肥料もあげて入れて管理をして、ね、気軽に肥料が追肥ができるようにねしていくものもいいかなと思います。そしてこういったところにですねパラパラと肥料を、はい、撒いていきまして、よいしょ、はい、追肥って形でねやっていくといいですね。
そして肥料もちょっとね混ぜます。はい、こんな感じで混ぜてしまえば、追肥が完了になりますので、はい、簡単ではねありますけれども、はい、これでね追肥ができました。ちょっと最近近々雨は降らないということなので、お水もあげておきたいと思います。はい、ではねちょっとお水ですね、ジョウロに持ってきましたので、ここにねちょっとねパラパラとかけまして、お水が溶けて、トマトにね肥料が入るようにしていきます。そして反対側ですね、こちらの奥の部分もパラパラとね巻いて、肥料ですね追肥ができるようにしていきます。はい、こんな感じですね。だいたい1リットルぐらいですね、1株に対して肥料した後はですね、お水を流し入れておいてあげれば、しっかりと肥料溶けて、追肥って形でできますので、こんな感じでねやっていきましょう。はい、それにしてもですね、こちら別のトマトのね場所になりますけれども、こちらね大きく成長してきていますので、これはもうね赤くなってきていますので、収穫をしていただいていきたいなと思います。はい、素晴らしいですね。はい、そしてトマトですね、ここねスーパーで購入する時も、同じなんですけれども、こちらね見ていただきますと、ヘタがねこうあるじゃないですか。このヘタが上に、ピーンとね、立っているものですね、そういったものがトマトですね、新鮮ですよってねサインになります。なのでこういったトマトですね、もしねスーパーで売っているときはですね、ヘタがこんな感じで上を向いているのがね新鮮な証拠ですので、もしね購入するときはね参考にしていただけたらなってね思います。いいですね。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、トマトね、はい、ぐんぐんと健康的にね育っていますので、まだまだね枯れてる感じもないですので、元気よくね育ててねいきたいなと思います。あとはね追肥の他にもちょっと脇芽出てきたら脇芽取ったり、収穫した、ね、もののから下の葉っぱとかですね、ちょっとね下葉書きと言いまして取ったりとかですね、そんな風に管理をしながら行くと、トマトねたくさん、まだまだね収穫できるようになりますので、よければね参考にしてみてください、ね、ただね暑さも結構ね辛いですので、ね、無理のない範囲ですね、朝早くとか夕方ねちょっと沈んだりとか、こう風がね吹いてちょっと、ね、涼しいよっていう時ですね、そういった時にちょっと作業をしていただいて、くれぐれもね健康第一でちょっとね家庭菜園を過ごしていただけたらなと思いますので、一緒にね、美味しい野菜もね育てつつ体にもね気をつけていきましょう、はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。はい、ちなみに、という作業をしていきたいなと思います。こちらねトマトねあります。そして一番下のトマトがこれになりまして、もうねちょっとこれはカラスに食べられちゃいましたので、ここのね茎はですねカットしちゃいます。はい、そしてカットしまして、そこから下の葉っぱですね、周りについている下の葉っぱは、全部ねカットしていきます。はい、こんな感じでカットして、葉っぱをねすっきりとねさせていきます。こうしていけば下に湿気とかもねたまらないで、トマトが元気よくですね、育っていきます。はい、なのでこういうふうにですね管理をしてあげるといいです。じゃあこちらもちょっと同じようにやっていこうかなってね思います。今一番下の葉っぱこういったところになりますので、この辺の葉っぱは、はい、取っちゃいます。はい、これ一番下の葉っぱにあった実になりますけれども、これはね収穫をしていきます。そしてそこから下の葉っぱですねは取っちゃいます。なのでちょっと見にくいかもしれないんですけれども、こういったねところが今下の葉っぱなので取っちゃいまして、ここも下ですね、はい、ここも実がもうね全部収穫していますので、こういったねものは、取っちゃいます。こんな感じで取っちゃいます。そうするとかなりすっきりとしてきたかなと思います。この辺ももうね実がないですので、はい、あとごめんなさい1個ねありましたね。はい、というよりもね上の部分ちょっと育てていきたいなと思いますので、はい、こんな感じで、はい、どんどんね取っちゃいます。
あまり一気に取りすぎるとトマトにストレスを与えてしまいますので、適量をね取っていくっていうのがいいんですけど、1日2枚とか3枚ぐらいですね、そのぐらいね取っていくといいんですけれども、まあイメージとしてはですね、ちょっと今回はまとめてやっちゃってますけれども、こんな感じでスッキリとねさせていきます。こうするとトマトですね、またこの上の部分ですね生えてきていますので、この部分に、ねまた実に栄養を送って、葉っぱにですね栄養は取られないでね元気よく育っていきますので、そんなイメージでトマトですね、栽培していただくといいですね。はい、かなりすっきりしたかなと思います。はい、ここですね、一番下がここになりますけれども、このね場所からぐぐぐっと茎が伸びてきて、ここまでね大きくなっています。こんな風にね下葉がきですねをしていきます。もう一度ちょっとねやってみましょうか。こちらありますので、ちょっとねカラスに食べられちゃってましたね、少しね。こんな感じでよいしょ、少しずつ取って、あと脇芽もですねこのように新しい芽がね出てきていますので、こういったものもねありましたら、取ります。そして収穫できるトマトはですねありますので、よいしょ、はい、はい、こちらねトマトね収穫できました。いいですね、ちょっとまだ赤くなってないので、赤くしてからね収穫してもいいですね。そっちの方が熟して美味しいです。そしてこの下の葉っぱは、はい、取ってきれいにしていきます。あ、そしてトマトのいい香りがしますね。そして次の実のところまでですね葉っぱをすっきりとさせてあげれば、トマトですねさらに元気よく育っていきますので、そんな感じでねやっていくといいですね。はい、できました。